立派なお城ですね。あ、あそこの壺なんて高く売れそうですよ。バカ者、それでは単なるコソ泥ではないか。ここは魔界の後継者として恥ずかしくないよ、正々堂々と。ふん、正々堂々と。どうするんです？全てを奪い尽くしてやるのだ。おお、さすがは殿下、もう涙もありませんね。よっ、この極悪人、この人出だし、悪魔の中の悪魔。そう褒めるでない、照れるではないか。さあお前たち、この城にあるありとあらゆるものを奪って奪って奪いまくるのだ。あいあいさ。はあ、死ね。
ん？行き止まりか？はあ！はっ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 は！何者だ？勝手に人の城に侵入しておいて、何者だとはとんだ礼儀知らずですね。ですが、その度胸には敬意を表してあげましょう。はあ！さ、決まりましたね。私の名はバイアス。この城の主です。バイアス？確か魔王の座を狙う連中を次々と倒している悪魔の名前が。うぃ、その通りです。美しきマドモアゼル、美と強さをこよなく愛する貴族、ビューティー男爵バイアスとはこの私のことです。ところで、そこの少年よ、今は亡きクリチェフスコイ王のご子息とお見受けしました。いかにも魔界の後継者ラハールとはこの俺様のことだ。魔界の後継者？はっ、それはもはや過去のこと。あなたはすでに忘れられた存在。現に多くの悪魔が魔王の座を狙い、毎日のように争いを繰り返しているのですよ。それがどうした？魔界の後継者はこの俺様だ。それを忘れたというのなら、思い出させてやるだけのことだ。なるほど。それで私の実力をいち早く見抜き、奇襲を仕掛けてきたというわけですか。その慶眼、さすが魔王クリチェフスコイの忘れがたみですね。お前のことなど知らん。ここへ来たのはただの偶然だ。お前なんか俺様が魔王になるための踏み台に過ぎん。な、どんな悪魔も一目置くこのビューティー男爵バイ。お前の名前などどうでもいい。ただの中ボスで十分だ。中ボスベスト？アレマ、彼のプライドを傷つけちゃったみたいですよ。許しません。許しませんよ。